本日は私の方から2点ご報告がございます。1点目でありますが、本日の閣議におきまして飼料価格高騰緊急対策に関する予備費の使用が決定されました。さらに子牛価格の下落による現場の不安に対応するため、肉用子牛対策および和牛肉保管対策の変更等についても決定をいたしました。まず飼料価格高騰対策でありますが、第4四半期に配合飼料の実質的なコストを第2四半期と同程度の水準とするための緊急対策、それから輸入粗飼料の高騰の影響を受けている酪農経営の急激なコスト上昇を緩和する金融対策を講じることとし、予備費で504億円を措置することといたしました。次に、肉用子牛対策については、本年6月に措置した有料肉用子牛生産推進緊急対策を12月まで継続し、和牛黒毛和牛について発動の判断を、今までは全国平均だったんですが、これをブロック別の平均に見直すとともに、和牛子牛の産地強化に取り組む場合、奨励金に1頭あたり1万円を上乗せいたします。さらに、肉牛保管事業については、10月末としていた冷凍保管開始期限を撤廃し、年度末まで活用可能とするほか、同事業の後継対策を引き続き検討してまいります。一応これは10月末としておりましたが、年度末までやって、その後の後継の対策も引き続き検討するということであります。二点目でありますが、明後日、22日、原子力災害被災地を中心に、復興状況の現地視察を行うため、福島県に出張いたします。被災地の農林水産業の現場を見て、被災地の方々から直接お話をお伺いし、今後の復興を着実に推進してまいりたいと思っております。詳細はこの後とプレスリリースいたします。本日私からは以上でございます。はい、どうぞ。幹事社フジテレビの麻生です。よろしくお願いします。台風14号による農林水産物への被害状況と農水省としての対応策について現時点で検討しているものがあればお聞かせください。はい、ありがとうございました。台風14号、今まで経験のしたことのない風、雨ということで気象庁からも発表されまして、特に私の鹿児島に上陸したということで、いつも申し上げておりますが、鹿児島の場合は台風銀座と言われるぐらい、毎年大体台風が来るわけでありますが、おとといから、各地域の、鹿児島の地域の JA の組合長さん方に電話をかけてどんな状況かを聞いておりましたが、いずれにしても本当に今までに体験したことのないような雨風だったと、いうことでありましたが、幸いにして大きな被害が出てないと、いうことは今朝報告を受けております。この台風14号で、しかし、鹿児島だけが良ければいいというものでありませんが、他の地域では、被災者も出てきた、いわゆる人的被害も出てきているということでございましたので、心からお悔やみを申し上げたいと思います。農林水産関係の被害については、農業ダムや防災重点農業ため池などの施設を中心に調査を進めておりますが、まだ現時点では詳細がはっきりしておりません。今、農政局を中心に取りまとめをいたしているところでございます。我が省で本日から大雨特別警報が発令された市町村等を対象に職員を派遣し、被害状況把握や応急復旧などの技術支援を行う予定でございます。
農林漁業者の皆様におかれましては、引き続き、安全確保の徹底をお願いしたいというふうに思っております。いずれにしても、調査を今後やって、そしてまた後日発表することになると思います。ありがとうございます。各社さん、お願いします。はい、どうぞ。日本農業新聞の松村と申します。冒頭の、畜産酪農対策の、閣議決定の関係で伺います。今回配合飼料の高騰対策とか、酪農の対策とか、そういった ものに対して、緊急的な対策を打つことを決めたわけですけれども、緊急対策というふうに名前がありますように、なかなかこれですぐに経営が改善するというか、とは、言えない状況というか、今後も畜産農家が厳しい状況は続くと思われます。大臣、今後、どういった政策支援というのを当面続けていくことが必要というふうにお考えでしょうか。はい、ありがとうございました。それだけですか？あ、それだけです。はい。とにかく今、畜産が置かれている状況というのは、いろんな意味で、厳しい状況でございます。特に今回の飼料の高騰、これは各畜種に及ぶわけでありますが、その他、酪農については、濡れ子が格安であったりとか、あるいはまた、肉牛については、枝価格があんまり冴えないというようなことであるとか、あるいは繁殖農家にとっては子牛の価格が下落しているとか、いろんな問題がありまして、大変厳しい状況であることは認識をいたしております。従いまして、今おっしゃいましたように、これだけかと、十分な対策なのかというご質問だと思うんですが、今のところは、例えば先ほど申し上げました、今、緊急対策で今回の予備費からの充当をしてもらう餌だとか、あるいはまた他のものについても、まず飼料価格についても、一応、第三四半期においては、トウモロコシがどうなるかということが、非常に国際価格との関連で、あるいはまた為替等から鑑みれば、制度の仕組み上、補填単価は減額するし、あるいは生産者の実質負担額が急増することが見込まれております。従いまして、今後どうなっていくのかというのは、今申し上げたように、マルキンとの兼ね合いもありますので、マルキンが発動されて、あるいはまた、それによって農家の所得がどうなっていくのかということもありますので、もう少し様子を見させていただきたいと。その後どうなっていくのか、トウモロコシの価格もずっと高止まりなのか、あるいは一方の肉牛の、今から出ていく肉牛というのは、子牛が高くなった時期でありますし、また、餌がこのまんまの状態であるは、生産者の実質負担額が、急増すると、いうようなことが見込まれますから、そうなると、これはもう当然マルキン発動ということになっていきますので、マルキンが発動された場合のその金額だとか、そういったことを勘案した場合に、どういったような対策を打てばいいのかというのは、これから検討しなければならない事項だと、こんなふうに思いますので、少し、この一四半期は、様子を見させていただこうというふうに思っております。それから酪農については一番厳しいわけでありますが、ご承知のように11月から10円高くなります。それによって、農家の収入がどうなっていくのかということもありますし、あるいは濡れ子がこのまんまの非常に、極安っていうか非常に安い値段ですから、このまま推移していくのかですね。この辺のところも需要と供給の問題でありますので、見定めながら今後どうしたことが検討できるかということは引き続き
まあ、検討材料として、検討材料というか、検討するということを、我々は今、内部では話しているところでありまして、今何をするということは言えませんが、いずれにしても、まあ、このまま、これでもう一丁上がりで終わりと、まあ、いうことに、本当はなればいいんですけれども、なるかどうか、今後の、第三四半期を見極めながら、さらに検討を進めてまいりたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。 NHK の安井です。予備費504億円の内訳についてももし分かれば教えていただきたいんですが。はい、はい、ちょっと待ってくださいね。準備がまだ整っていませんでした。はい、ありがとう。430億、こちら70億。安井さん、配合飼料価格の高騰緊急対策、いわゆる第4四半期と同等のその水準ということで、430億でございます。それから国産の粗飼料利用拡大緊急酪農対策、これに74億ということで、これはご承知のように計算牛1頭あたり、都府県では1万円、それから北海道は7200円ということで、総額74億円ということになります。はい、どうぞ。すいません、時事通信の磯部です。よろしくお願いいたします。ちょっと先週なんですけれども、会計検査院による検査報告で、今回その農水省の複数の基金に過大な残高があるとの結果が示されまして、背景として人手不足や手続きの煩雑さがあるということで、その中には補助金の交付が、まあ、大幅に遅れたことでその支援を辞退したという実態も報告されています。当初の目的と異なって適正な事業運営がされていないということだと思うんですけれども、大臣としてこの結果についてどう受け止めていらっしゃるか教えてください。またその原因について、まあ、人手不足や手続きの煩雑さというのは指摘はあるんですけれども、農水省として独自にその検証されるのか、また運用改善に向けてどういった対応を今後されていくのか、お考えをお聞かせください。はい、ありがとうございました。まあ、前回も申し上げましたけれども、畜産基金について会計検査院の報告書は令和2年度までの状況を対象に、まあ、この記載されておりまして、支出見込み額に事態分を含んでおり、基金管理が十分にできていなかったということは、これは反省をしなければなりません。これについて現時点ではすでに改善が行われておりますが、具体的には審査期間の短縮に取り組む、非常に長いんです。1年ぐらいとか、そういったようなそういう問題もありますので、基金管理団体から本事業の事態額の報告を定期的に受け入れるということがまず第一点必要なことだと思いますし、また必要な予算額を精査した上で、令和3年度補正予算においては、基金への積み増し額の削減を図ったところでございます。まあ、従いまして、当初見込んだよりも、なかなか農家からの申請が上がってこない、あるいは上がってきても事態が出てきた、そういったことで、まあ、多めのというよりも残ができてしまったと。まあ、いうことであります。まあ、今後とも基金残高が課題にならないように予算要求にあたって、まあ、調整したいと、まあ、いうふうに思いますが、
金残高を的確に把握して、まあ、やらなきゃいけないし、それから、まあ、適切な執行をやらなきゃいけないと、こんなふうに思っておりますので、やっぱりこのタイムラグというか、ズレが出てきて、この事態が最後になってくると、農家がもう今頃、承認されても遅いというのもあったりして、それで事態が出てきたりするもんですから、なかなかこの事務的なところでのチェックがなかなか行き届いてなかったと、まあ、いうこともあります。従いまして、これからはそういうことがないように、まずは、事態のところをはっきりと、的確にこの把握して、そしてそれに基づいて減額をしていくとか、ということをやってまいりたいと、まあ、いうふうに考えております。定期的にその事態など、その執行状況を把握されるということだと思うんですけれども、人手不足の中、人手不足という指摘を受けている中で、その点は、その、まあ、今までよりもこう仕事量が増えるということになると思うんですけども、いかが対応されるんでしょうか。まあ、その原因はやっぱり今ご指摘のあったように人手不足ということもあるだろうし、それからやっぱりチェックの仕組みというのが、私も実際現場にいて、なんでこんなに遅いんだというのを農家からも怒られて、そして、これはまず農協なりでまとめて、そしてそれが県に上がってくる、そしてそんな県でチェックして、それを全国中央畜産会の方に送っていく、そういう3段階を踏まえているものですから、どこで引っかかっているのかというのを調べたことがあるんです。そうしましたら、これはもう恥ずかしいことに JA の段階で一番止まっているんですよ。ですから、なんでこういうことを早くやってくれないんだと、まあ、いうことを申し上げておるんですが、まあ、だんだんそこもやかましく言ってきたもんですから、早くはなったんですけど、今度は中央畜産会の方では今度は最終チェックをかけていくわけですが、まあ、それも今おっしゃった人手不足って人手不足なんですが、そういったようなことも相まってですね、なかなか前に進んでこなかったという反省は持っております。したがってその辺のところを、各段階のところを今度は逆にチェックをして、どこで詰まってしまっているのか、あるいはどこがどうすれば早く申請書が上がってくるのか、まあ、そういったことも含めて、これはやっぱり制度のあり方としても検討しなければいけないと、こんなふうに思います。